ようこそ俺たちのジャパンへ。皆さんは Google マップを使ったことがありますか？目的地までの最適な経路を案内してくれたり、電車の時刻までわかる便利な機能ですよね。荷物が多くて手が離せなかったとしても、音声案内までしっかりしてくれる、生活になくてはならないものの一つになっています。実は韓国では最近までこの Google マップを使うことができませんでした。韓国の法律で韓国の地図を海外に持ち出すことが禁止されているからだそうです。いつの間にか解禁されていたようなので、韓国側が IT 業界の革新化を進めるために OK を出したのかと思っていたのですが、しばらくして韓国は Google マップに見られては困るものが映っていたと大騒ぎしてしまいます。彼らが秘密にしたいものとは。私は日本に住んでる50歳の主婦。私の趣味は車でドライブに行くこと。道案内はスマホで Google マップを使っているわ。カーナビも使うけど、 Google マップは具体的に写真も見れるから、出発する前にザザッと写真で道や特徴的な建物を見ておくのよ。ただ地図を見るだけじゃわからないから、 Google マップは本当に便利だと思うわ。これ面白いのは、いろんな国の写真も見れることよね。アメリカやヨーロッパの街の通りを見てるのはちょっと楽しい。何より航空写真から街までぐんと近づけると、自分がすごい高いところにいて落ちていくみたいじゃない。今から10年以上前かしら、韓国旅行のブームが来ていた時、私も友達と韓国に旅行したの。ツアーだからそこまで言葉に困らないし、ガイドさんも日本人に慣れていた。何よりも物価が安いでしょ。買い物にもってこいよね。自由行動の日に私たちはミョンドンでショッピングしようと思ったんだけど、道に迷っちゃって、地図見てもいまいちわからないのよね。こんな時こそ Google マップでしょと思って見たんだけど、あれ見れない。なんで？オフラインでも使えるはずなんだけど、それにスマホは海外でも使えるやつよ。結局ガイドさんに電話して特徴のある建物を教えてもらいつつ目的地に着いたわ。ガイドさんによると、韓国ではネイバーという最大検索エンジンがあるみたい。 Google や Yahoo の韓国版ね。 Google は使えるけど Google マップは使えないの。みんなネイバーを使って道を調べたりしてるそうよ。私も早速教えてもらったんだけど、何せ韓国語オンリー、とても読めたものじゃないわ。今は日本語版もあるらしいみたいなんだけど、旅行している時はそうじゃなくて、友達の持ってきた日本語版韓国ガイドで乗り切ったわ。なんでもガイドさんによると、韓国は北朝鮮と関係が悪いから、韓国の地図を海外に持ち出すことがダメらしいんだって。ネイバーは OK なの？と聞くと、政府的に OK なんだってって、よく分かってないんだろうなと思う答えだったわ。何にせよ不便じゃない？絶対韓国で暮らすのは無理かもと思っていたの。韓国に一度行ってみると、今まで気にしてなかったニュースがすごく身近に感じるようになってね。リアリティが出たっていうのかな。旅行自体は楽しかったんだけど、韓国って日本や海外に対してすごい態度をとってない？と思うようになってきたの。パートの休憩時間の話のネタになるしね。年を取った証拠かしら。スマホに入れてるアプリの Google Chrome も私のことを分かってるみたいに、韓国ネタのラインナップを教えてくれるのよ。その中に韓国 Google マップに無防備に露出、軍事保安施設がという見出しが気になった。使えるようになったのかなと見てみることに。韓国を Google マップで写してみるとちゃんと写る。ストリートビューも見れるとこは見れる。アメリカのような大きな国がGoogle マップに映ってるのに、韓国が映って何が困るの？正直な感想だった。そしてニュースの内容を見てみると、韓国の Google マップ用のデータの中に軍事施設や戦闘機がバッチリ映っているんだって。軍事保安施設の4割が Google 航空写真に無防備に露出していたことが確認。韓国空軍の最新ステルス戦闘機 F-35A と主力機 KF-16 が配置された戦闘飛行弾が丸見え。ステルスって確かレーダーに映らない特殊な戦闘機よね。見えないのが売りなのに丸見えってちょっと笑っちゃうわ。
でも日本だって自衛隊や航空隊の基地くらい映ってると思うんだけど、本当に何を焦ってるの？というかそういう場所ってお菓子が入ったりするんじゃないの？調べてみると、何でも Google と韓国は結構長い間論争を繰り広げてきたらしいの。国家の秘密と北朝鮮の脅威があるから地図データを海外に流出することはできないと言っていた韓国が、 Google に地図データを渡すってことはやっぱり世界の IT 化に遅れを取るからということが理由なのかしら。2016年に韓国は地図データを上げてもいいけど、重要な軍事施設など国の機密に関わるものは修正させてくれって頼んだらしい。でも Google 側からすれば、韓国がわざわざチェックする必要はないし、それにデータの正当性がなくなると主張したそうよ。もし韓国内に地図データを保存するサーバーを Google が持っていれば、韓国の法律に引っかかったみたいなんだけど、当たり前にそんなものを韓国に置いてあるはずがなくって、やっぱりその時は断ったらしいの。韓国で使われているネイバーは韓国内にサーバーがあるから、きちんとそのあたりの情報を政府が精査しているんだって。でもやっぱり時代の流れかしら、いつの間にか韓国は Google に地図データを渡していたらしい。 Google マップが韓国内で使えるようになれば、インターネット上のサービスに関連付けられるし、すごくいいことよね。パート先のお弁当屋さんだって Google マイビジネスに登録してるのよ。今の時代は検索が当たり前の世の中なんだから。そして2019年10月、韓国側が航空写真に基地や戦闘機が写っているのはやばいと気づいて Google に訴えたそうなんだけど、 Google は完全無視。だって国外に置いてあるサーバーのデータに韓国が文句言えるわけないからね。でもこのニュースを打ち出したのって外国ではなくて韓国自身なの。なんで言っちゃうの？自分のことならさっと隠しておけばいいんじゃないの？国会科学技術情報放送通信委員会に所属するパク・ゴアウォン氏は、この Google マップの航空写真によって軍事保安施設の場所が鮮明にわかるようになったと言っていて、韓国にはいくつあるかは言えないけども、少なくとも4割はバレたって発表したそうよ。まだ6割は隠れてるんですよ。だから大丈夫ってこと？むしろ全部見えちゃったから巻き惜しみしてるんじゃ。こんな意味不明な発言、一体何のためにしたんだか。それに世界各国で通信衛星を持っているはずだし、 Google マップの航空写真なんかよりももっと画質もいいんじゃないのかしら。スマホより一眼レフの方がいいのと同じでさ。実は韓国は Google マップを使って敵国調査をしていたってこと？いや、まさかね。それにしてもどうして軍事施設や戦闘機が見えただけで慌てるの？ガイドさんも言ってたけど、理由はどうやら北朝鮮と韓国の関係みたい。第二次世界大戦後に韓国と北朝鮮が2つの国に分かれたのを知っている？1950年、北朝鮮側が朝鮮半島の統一を図ろうと韓国に突入。北朝鮮側にソ連、そして韓国側にはアメリカがついて戦ったの。アメリカとソ連の関係まで激化しちゃったらしいんだけど、約3年続いた戦いは休戦協定によって終わりを告げる。韓国側は北朝鮮がまた攻め入ってくるのを恐れているのよね。一番最初に起こるであろう悲劇は、首都ソウルが一番先に占領される、そして多くの被害が出てしまうかもしれないということ。ソウルは分断された国境から約40キロしか離れてないんですって。この意味がわかる？ニュースでよく北朝鮮がミサイルを発射しましたと言うじゃない。あれって海に落ちたって聞くから、日本に向けて撃ってきても、なんだ全然届いてないじゃないって内心バカにしていたんだけど、この前のニュースでは少なくとも700キロを飛んでるらしいの。じゃあソウルなんて一発で攻撃されちゃうってこと？日本に弾道が発射されたって教えてくれるのは韓国軍らしいし、これは気が気じゃないわよ。北朝鮮を攻撃すればソウルで100万人が死ぬ。この噂はこういうことだったのね。だから韓国側は軍事力を上げようと必死に頑張っているみたいなの。対北朝鮮用の戦闘機もあるらしいわ。ステルス戦闘機 F-35A は自信満々の新兵器だったの。中を分解して壊しちゃったりしたそうだけど、
どこに保管しているのかが場所が分かることで出動までの時間って割り出されるわよね。まず外に出しっぱなしで隠そうとしてないことが問題なんだろうけど、隠れて飛んでいても何分後には来ると分かっていれば対策できちゃいそうだもの。韓国的に今回軍事施設の場所がバレちゃったことはかなりやばいことで相当焦っちゃったんでしょう。現在韓国は朝鮮戦争の終結宣言を進めようとしているんですって。北朝鮮側のミサイルや核開発を進めてますよ、今はできてますよっていうアピールがやまないのに、アメリカの北朝鮮への政治的牽制があるからこそ韓国は平和とも言えるのに、韓国側の根拠のない終結宣言にはアメリカも困っちゃうんじゃない？ただのおばさんの目線からするとこの一連の話はなんだかつながってるみたいに思えちゃって、今は世界中大変じゃない？旅行なんてとてもできないし、もし未来で私が韓国に旅行してる時にミサイルは降ってこないでほしい。今は Google マップを使って旅行気分を味わいつつ韓国以外の気になる場所を探してみようかしら。これってそんなに重要なことなの？なんでじゃあ普段から隠しておかないんだろう。というか置いてあるだけなら練習用ですとか言えばよかっただけじゃないの？こう言ってただ単に韓国でネット規制したいだけなんじゃない？韓国はもっともっと軍事力を隠しているから安心してってことなのか？そんなアピールはいらないし誰も興味ないよ。まさか航空写真で韓国の軍事施設が見学できるようにもしかして気遣ってくれたのか？気前がいいな。一般人が使えるような Google マップで漏れてしまう。国の機密情報ってどれだけセキュリティが甘かったんだよ。そんなこと言う前にもっといろんな対策をした方がいいんじゃないか。中途半端なことばかりしてるから韓国はこうなんだよ。最新ステルス戦闘機 F-35A のブラックボックスをバラしてしまうなど他国の秘密を暴こうとするありえない韓国で、2022年1月4日に電子系統の異常により基地の滑走路に胴体着陸したようです。パイロットも無事で機体自体に大きな外傷は見られないものの、正確な調査結果が出るまで全ての F-35A 戦闘機の飛行は中止。戦闘のための戦闘機なのでメンテナンスというと自国でするイメージなのですが、実は韓国にはメンテナンスをする技術がありません。電子系統の問題ではなくきちんとした整備の問題なのではという声も多いようです。そしてメンテナンスをするのは日本の三菱重工業のはずでした。韓国側からすると日本先般企業ということで受けたくないと韓国は拒否していますが、アメリカまで輸送し修理となると明らかにお金がかかりすぎてしまいますよね。もしかしてもう韓国のステルス戦闘機 F-35A の日の目を見ることはないことはありませんよね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。